こんにちは、アメトです。カオスヒーローのレベル上限を超えていこうと思います。レベル上限を超える条件として、1、カオスヒーローのレベルが90以上であること。2、悪魔合体前であることが必要となってきます。悪魔合体条件を満たすため、現在、小沢オフィス前にいます。カオスヒーローが悪魔と合体するために、このイベントが必要となります。今回の動画ではカオスヒーローのレベルは99にしております。シブアも作成してます。ワンコとワンコを掛け合わせて作りました。竹見中田様を倒すための準備万端です。カーリーも召喚しておきます。竹見中田様はお強いので、念に破念を入れます。竹見中田様つえー、レベル99でも叶いません。撤退します。カオスヒーローが悪魔と合体できる条件は、揃いました。これから合体しに行きます。邪教の館の前まで来ました。ステータス確認を、合体していきます。芝は選ぶなよ、芝は選ぶなよ、芝は。あ。おーい、どんだけ強さ求めてるんですか。ああ。何はともあれ合体は成功したみたいです。芝という犠牲を払い。さて、カオスヒーローのレベルは、どうなっているでしょうか。上限突破成功です。レベルが109になっています。敵として出てくるカオスヒーローよりレベルが、高いです。魔法は一切変わりません。ステータスは覚悟ずつ上がっています。力試しに竹見中田様にリベンジしに行きます。小沢オフィス前まで戻ってきました。芝がいなくなった分、ソロネを召喚します。準備完了。竹見中田様に、リベンジします。さっきあれほど強かったからな。苦戦必至だろうな。さっきあれだけダメージ受けてたからな。防御しておこう。弱あ、さっきのは何だったんだ。合体で強くなった途端強気になる人。芝奪っといて逃げやがった。許せん。
動画は以上となります。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録も良ければよろしく、お願いいたします。